それと皆様、これから岡市内駅を通過いたします。岡市内駅は笑ううちと書きまして岡市内駅と呼びます。岡市内の駅から 1.5 キロほど根っこのトンネルを抜けますと高台が現れ、眼下に根っこ集落が広がります。高台からの光景は古き山里の風情を保ち、日本の里百選にも選ばれた日本人のふるさとの原点である集落が現れてきます。マタギ発祥の地であり、平家源氏の落ち度が開いたとする伝説がございます。トンネルはあたかもタイムトンネルと化し、皆様方を懐かしい古き良き時代へ誘うことでしょう。二升半を一回のブースで出た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